ガンマ線、ガンマ線、ガンマ線、ガンマ線は放射線の一種。その実態は波長がおよそ 10pm よりも短い電磁波である。X 線とは波長領域、エネルギー領域の一部が重なっており、ガンマ線と X 線との区別は波長ではなく発生機構によっている。そのため波長からガンマ線か X 線かを区別することはできない。正式には 原子核内のエネルギー順位の繊維を起源とするものをガンマ線と呼び、軌道電子の繊維を起源とするものを X 線と呼ぶ。ただし、発生機構の違いを明確に分ける必要がない場合には波長領域による区分として一時的に扱い、100から午後10時以下の波長を持つ X 線より高いエネルギー領域の電磁波をまとめてガンマ線飛ぶこともある。 1.022メブ以上のエネルギーを持つガンマ線が消滅するとき、電子と非電子が対生成されることがある。逆に、電子と非電子が対消滅する際、ガンマ線が発生し、反対方向に0.511メブのガンマ線が2本放出される。ガンマ線は光の中で最もエネルギーが大きい。現在、人工的に作ることのできるガンマ線は加速器により、 数テブまでに及ぶが、宇宙には数十ペグ以上のガンマ線が存在すると考えられている。最初に発見されたガンマ線源はガンマ崩壊と呼ばれる放射性崩壊過程であった。この種の崩壊では、冷気した各種が生成されると、ほとんど瞬間的にガンマ線を放出する。フランスの科学者かつ物理学者であるポール・ビラールは1900年に、 ラジウムから放出される放射線を研究している時にガンマ線を発見した。ビラールは彼が見出した放射線がそれまでにラジウムから放出される放射線として記述されていたもの。これにはアンリベクレルによって1896年に初めて放射能として研究されたベイセンやラザ・フォードによって1899年に発見されたほとんど透過しない種類の放射線である。 アルファ線が含まれるより強力であることに気づいた。しかしながら、ビラールはこれを根本的に異なる種類として名前を付けようとは考えなかった。その後1903年にアーネスト・ラザフォードがビラールの放射線はそれまでに名付けられてい放射線とは根本的に異なるものであると認知し、1899年にラザフォードが区別していたアルファ線とベータ線からの類推で ビラールの放射線をガンマ線と名付けた。放射性元素によって放出される放射線はギリシア文字を使って様々な物質を透過する力の順に名付けられたアルファ線が最も透過しにくく、ついでベータ線、そしてガンマ線が最も透過しやすい。ラザフォードはもう一つのガンマ線がアルファ線やベータ線と異なる性質として磁場によって曲げられない。 少なくとも曲げられないことにも注目し。ガンマ線は最初はアルファ線やベータ線と同じように質量を持つ粒子と考えられていた。ラザフォードははじめはそれが非常に速いベータ粒子であると信じていたが、磁場で曲げられないことから電荷を持たないことが示された。1914年にガンマ線が水晶の表面で反射されることが観測され、 電磁放射線であることが証明された。ラザフォードと彼の同僚であるエドワード・アンドレードは、ラジウムから出るガンマ線の波長を測定し、ガンマ線は X 線に似ているが、より短い波長と、それゆえ高い周波数を持つことを発見し、やがてこれによって、格子あたりより多くのエネルギーを持っていることが認知された。そしてガンマ崩壊は通常ガンマ格子を放出すると理解された。 放射性各種が崩壊して、質量や陽子、中性子の比率が変わっても、その原子核には過剰なエネルギーが残存している場合がある。この時、残存しているエネルギーをガンマ線として放出することで、個格は安定に向かう。この現象をガンマ崩壊と呼ぶ。放出するガンマ線のエネルギー領域は各種によって様々である。各種によっては、 単一領域のガンマ線しか出さないものもあるが、一般的には複数領域のガンマ線を出す。同じ元素でも同位体によって現象は下の例のように異なる。理科学研究所によれば、当期の日本本州、日本海沿岸地域において、雷雲の活動に伴い自然放射線が増える現象を調査していたところ、雷雲から10メブ、10ミリシーベルトのガンマ線を40秒間、 観測し、雷雲が粒子加速器の働きをしていることが分かった。なお、雷雲からのガンマ線量は1回の胸部 X 線で、浴びる放射線量の2億分の1程度と計算されている。ガンマ線を放射する天体には超新星残骸、パルサー、活動銀河格等がある。一般的なガンマ線源としては、コバルトの放射性同位体であるコバルト60。 COO が用いられる。これは安定同位体のコバルト 59COO を原子炉内で中性子線にさらすことで放射化により生成され、医薬品や医療廃棄物、食品などのガンマ線滅菌、工業的な X 線写真、溶接部 X 線写真などに使われている。放射線による影響には、敷地線量以上で発生する。 確定的影響とそれ以下の線量でも発生する確率的影響がある。低線量被曝の影響の定量化は難しく明確になっていない。2003年に米国アメリカ合衆国エネルギー省の低線量放射線研究プログラムによる支援等を受けて米国科学アカデミー企業プナズに発された論文によれば疫学的データによる人のガンリスクの増加の十分な 証拠が存在する X 線やガンマ線の被爆線量の最低値は、急性被爆では1 0 5 0リシーベルト、長期被爆では5 0 1 0 0シーベルトである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。